チャオビチョルさ、本日は今回もですね、今週もやってまいりさん、トゥーホット競馬。はい、ということで、今回はですね、今年、競馬の動画は初めてということで、ね、今年のですよ。で、今年のまず最初に一発目はですね、日経新春杯ということで、先週はお休みいただきました。はい、ということで、早速、データの方をやっていきたいと思います。はい、ということで、まずはですね、決闘では、ハーツクライ系が有利ということで、まあ、こちらはハーツコンチェルトという感じですね。で、枠はですね、1枠、2枠、4枠が勝率が高いということで、1枠には10人中3回来ておりまして、2枠は10人中2回、で、4枠は10人中2回と、2枠と4枠の、勝率はあまり変わりません。で、極端な8枠は来ておりません、ちなみに。で、客室は不当です。まあ、あまりそこは気にしなくても大丈夫という感じですね。で、前走よりプラス体重が有利、ここ結構重要でして、過去に10年中ですね、1着になっている馬の条件を見てみると、プラマイゼロ、またはプラス体重。でも、ほぼほぼプラス体重の方が多いです。で、過度な、プラス10キロでも来たことがあります。なので、そこは、マイナス体重の馬を買うよりは、プラス体重の馬を中心にっていう方がよろしいです。で、まあこれはね、4歳馬が有利ということで、過去に10年中ですね、3回だけは、4歳馬ではありませんでした。まあこれは結構強かったっていう意味にもあります。で、こちらはハンデ戦となっておりますが、去年は59キロの馬が来ておりますので、そこまでハンデを気にせず、でも大丈夫です。で、個人的に、濁点がついた馬が、ね、10年中7回来ておりまして、その3回は誰だっていう風になっていくと、ヨーホーレイク、で、パフォーマープロミス、で、ミッキーロケットという風になっておりまして、その3回以外は全て濁点がついているということで、なかなか勝率が今回高めとなっておりますので、まあ注目してみてはいかがでしょうか。で、払い戻しの方の感じを見てみると、本命がほぼほぼですし、で、たまに大荒れ、超荒れあるんですけど、まあ、1番人気、2番人気は来ている率が高いということで、まあ人気順に。で、過去に最高払い戻しは7番人気です。単勝用。ということですね。はい、ということで今年のデータはこんな感じです。ではまたしましょう。See you again. バイバイ、またね。